こんばんは。ニュースをお伝えします。琵琶湖と周辺の環境保全につなげようと、今日近江八幡市内で県内の企業などが協力してニゴロブナの放流とヨシ狩りが行われました。滋賀を代表する郷土料理、船寿司の原料ともなるニゴロブナは琵琶湖の固有種で、1990年代に漁獲量が落ち込み、その資源を確保しようと放流が行われています。今日の催しは滋賀銀行が主催したもので、行員や協力する企業などからおよそ300人が参加しました。放流には体長およそ10センチのニゴロブナの幼魚およそ200匹が用意され、参加者はバケツを湖面に近づけて優しく流し入れていました。また生態環境の保全につなげようと、周辺のヨシ狩りも行われ、参加者らが鎌を手に大人の背丈以上にまで伸びたヨシを刈り取っていました。船寿司としては、琵琶湖の魚としては見たことはあるんですけれども、ああいう幼魚から、触れることっていうのは初めてでした。放流する機会いただけたことはすごく貴重な体験かなと思いました。プロ野球阪神タイガースの前監督矢野昭弘さんが今日大津市内でスポーツ指導のあり方などをテーマに講演しました。講演会は2025年に県内で開催される国スポ・小スポに向けた取り組みの一環として琵琶湖成蹊スポーツ大学が開いたものです。およそ300人の来場者を前に、阪神タイガースで監督を務めた矢野昭弘さんが自らの経験を交えながら選手の指導のあり方について語りました。僕が、一番大事にしている相手の可能性を信じ切るっていう、ことを僕は初めに決めてます。信じ切るって僕らが決めることで、こっちの接し方もそして相手の可能性も、僕は、伸ばしていける、そういうふうに、信じてます。矢野さんは身振り手振りを交えながら、勝利至上主義ではなく、指導者側が今だけでなく長い期間を見て本人の可能性を信じ気づかせることが大切だと力を込めました。この後、琵琶湖成蹊スポーツ大学の客員教授を務める元バレーボール日本代表の益子直美さんらとの対談が行われ、スポーツ指導などについて意見を交わしていました。